はい、梅です。こんにちは、どうぞも。はい、今日はですね、ランドとシーパークのですね、7月の、チケット発売情報と、それからですね、今後の入園者、入場者の数の予想についてをお送りしたいと思います。はい、こちらのディズニームチャンネルでは、ディズニーパークに関する様々な最新情報をお伝えしてますので、情報を取りこぼすことないように、ぜひチャンネル登録のお願いします。はい、今ですね、こちらホームページの方にですね、これ公式のね、パークのね、チケット販売状況っていうカレンダーがありまして、今この動画を撮ってるのが6月の3日なんですけども、7月見てください。これ結構ですね、ランドもシーも平日ですけど、これチケット売ってる、買えるんですよね。6月はね、今全部バツ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 なんですけども、7月平日だったらこれ全然いけるので、買えるので、これ今チャンスですね。でね、毎年ですね、7月の上旬ってね、これパーク空いてるんですよ。でね、これなんでかというとですね、理由は2つあると思ってて、まずですね、そろそろこれも梅雨入りですよね。関東地方梅雨入りするのかな、したのかな。はい、それで7月の上旬ってね、これ毎年もう梅雨真っ最中で、なので7月の上旬は空いてるってのがまず一つと、あともう一つですね、これね、中学校高校がこれテストシーズンなんですよね。ちょうど特にね、1学期のね、3学期制のところは1学期のこれ期末テストなので、7月の上旬ってですね、これもう期末テスト真っ最中なので、これ学生がほとんどいないんですよ。なので中学生高校生がいなくて、かつですね、家族連れもね、あんまいないので、めちゃめちゃ行動しやすいんですね。なので1月の上旬は空いてるんで、なのでこれチケットもまだ売ってるんでしょうね。でパークの方も毎年空いてます。まあただですね、パーク空いてる言うても、閑散期言うてもですね、まあ今ですね、これチケットの数絞ってるので、まああんまりこの情報ね、まあ意味がないかもしれませんけどもね。まあでも7月上旬はいつも毎年空いてます。で今後のパークチケットのこれ販売状況、スケジュールなんですけども、今売ってるのは7月9日入園分まで売ってます。で7月の10日以降、10日から16日の入園分に関しては、6月9日の水曜日14時販売開始ですね。まあ、要はね、毎週水曜の14時販売です。これ見てると7月はね、結構これ買えそうですけども、おそらくこれ夏休みシーズンになるとどんどん買いにくくなると思いますので、まあその分やっぱりね、7月後半になればなるほど、やっぱりこれ気合は必要だと思いますね。はい、でですね、今後のですね、このパークのね、入園者数の予想なんですけど、これよく聞かれるんですよね。梅さん、丸月丸月って何人くらいだと思いますかとかってね、聞かれます。まあでもね、これ僕もわかんないんですけども、でもね、ある程度の、まあ、予想はつきますね。これね、どうやって予想をつけるかというと、これですね、休止の施設である程度予想はできるんですよ。特にですね、レストランですね。レストラン見ると、これね、ある程度の人数予想は可能です。これですね、公式ページにですね、これね、休止施設情報ってあるんですね。で、この休止施設情報で、レストランのとこ見ると、結構これね、人数わかります。まあ、例えばですね、過去の経験上ですね、5000人を切るとディズニーランドはですね、これね、あのピザ屋キャプテンフックスギャレー、ここが閉まるんですよ。これ5000人だとね、ランドのキャプテンフックスギャレーはこれ閉まります。で C はですね、ニューヨークデリが閉まっちゃいますね。なのでもしこのカレンダーを見てキャプテンフックスギャレーが閉まってたら、まあこれ5000人ですね。で C はですね、ニューヨークデリが閉まってたら、これ5000人だと思います。今ですね、ニューヨークデリも空いてるし、で、キャプテンフックスギャレーも空いてます。なので、これ5000人は絶対これ入れてますね。で、今その代わりですね、ランドはですね、グランマサラキッチンとかですね、あとトモローのパンギャラクティブサポート、はい、この辺が閉まってます。で、この辺が閉まってる。でもキャプテンフックスギャレーは空いてると。それで、4月とかですね、ゴールデンウィークはね、これグランマサラキッチン、これ空いてたんですよね。で、これ僕も食レポを上げてますよね。なのに今は閉まってるっていうことは、これですね、つまり5000人以上2万人未満っていうのがこれ予想つきますよね。なので真ん中取って1万人ぐらいだと思いますね。2万いってたらね、グランマサラキッチンとかね、パンギャラは開けるはずだからね。なので5000以上2万未満ってところもほぼ確定ですね。
で、ディズニーシーはですね、さっき言った通り、ニューヨークデリーが閉まってたら、まあ5000人ですね。で、まあデリー空いてますので、デリーが空いてるってことは5000人以上シーンも入れてると思います。以前ですね、4月の中旬からゴールデンウィークにね、ベイサイドテイクアウトっていうところで寿司ロールの食レポをやったと思うんですけども、あの寿司ロール売ってるベイサイドテイクアウトがですね、今閉まってるんですよね。で、あの当時はですね、ゴールデンウィークとかね、結構人入れてたんで、おそらく2万人近くまで入れたと思います。でも今はあの寿司ロール売ってるベイサイドテイクアウト閉まってますので、でもニューヨークデリーは空いてると。そう考えるとやっぱり C も5000人以上、まあ2万人未満だと思います。まあなので1万人ぐらいじゃないですかね。はい。ですので、レストランとかショップなどのこの営業状況、休止情報ね、状況で、まあある程度の人数は予想できます。まあなので今整理すると、ランドに関してはグラマサラキッチンとか閉まってますので2万は入れてないですね。で、シーもですね、あのスシロールのビザのテイクアウトとかが閉まってますので、やっぱりシーも2万は行ってないと思います。なので今後レストランなどのこの休止情報なんかをこれまめにチェックしてみてください。はい。それでこのスキー具合がなんで気になるかというと、やっぱりですね、アトラクションのスタンバイパスの実施状況と、それからエントリー受付の実施状況、やっぱこれやるかやらないか、実施されるのか気になりますよね。で、今まで見てきて思ったのはですね、まずですね、ランドだとあのフォレストシアターね、それと C の、 あのビッグバンドビート、はい、この2つのショーはですね、どんなに空いてても必ず抽選は実施されますね。フォレストシアターとビッグバンドビートはですね、やはりこの密回避のために必ず全席指定にしなければならないので、この2つはですね、もう本当にね、5000人でも4000人でも3000人でも必ず抽選をやって席の割り振りを必ずさせると思います。まあなのでこの2つは絶対抽選やるので、これはもう覚悟してください。ただですね、うまくやればこれね、もうかなりの確率で当てることができます。実際にですね、僕ですね、4月の下旬からですね、このマンボウが適用されて、4月下旬からですね、これね、ランド C、ランド C って交互交互に週1でインしてるんですけども、これ負けなしで、これ全部これ当ててます。で、これ当てるコツはですね、何回か言いましたけども、これ人と逆の行動を取るとこれ当たりやすいです。まあ、例えばですね、ランドでしたら、昼のパレードにぶつかる時間にフォレストシアター抽選するとかですね、そういう風に人と逆の行動を取るとこれ当たりやすいので、はい、これよかったら参考にしてください。で、アトラクションなんですけれども、スタンバイパス、これ気になりますよね。これはですね、2万人を超えると、おそらくアトラクションにスタンバイパス導入されるっぽいですね。で、ゴールデンウィーク前後の時見てると、ランドはですね、スプラッシュマウンテンとプーさんのハギーハント、この2つはですね、スタンバイパスがこれ実施されてましたね。なので、2万人ぐらい行くと、この2つはスタンバイパスが導入されますね。で、C はトイマギとソアリンですね。これ2万人ぐらい行くと、やっぱこの2つはですね、スタンバイパス導入されますね。まあ、ただですね、ソアリンはですね、今なんかね、ソアリンで中入るとね、ソアリン実はあれ、2台あるんですよね。なんですけども、今1台なんかね、動かしてなくて、今ソアリン中で1台で回してるみたいで、ソアリンはですね、いくら空いても、なんかこれね、終日3倍パスっぽいですね、今はね。なので、6月いっぱい見てると、どうやら1万人ぐらいで止めてるっぽいので、そうすると、どんなアトラクションも大抵ほとんど乗れると思います。トイマギもですね、今先着3倍で回してますので、アトラクションはソアリン以外は、まあ、ほとんど乗れると思いますね。で、ベイマックスと美女と野獣なんですけれども、美女と野獣はですね、これ初めはですね、エントリー受付で回してるんですけども、抽選ね。見てるとですね、17時以降はですね、これ先着で開放してるっぽいですね。で、ベイマックスはこれ意外とですね、1回の人数が少ないみたいで、ベイマックスは今この1万人ぐらいでも終日閉園までこれ抽選エントリー受付でやってるっぽいですね。なのでベイマックスは5000人だとね、昼とかですね、15時ぐらいに先着スタンバイ開放されますけど、今1万人ぐらいだとこれベイマックスは終日エントリー受付抽選みたいですね。あとグリーティングですね。グリーティングはこれケースバイケースですね。まず見てるとですね、ランドもシーもどっちもですね、これゲスト5000人だと全てのグリーティングどうやら先着になるっぽいですね。で、今はですね、おそらく1万人だと予想してますので、そうすると一部抽選なんですよね。
で、一部抽選が、どこまでね、どの施設を抽選するのかをちょっとこれ読めなくって、今見てると、ランドはですね、ミッキーとミニーは、これ先着3倍抽選ですね。あとランドはね、見てると、プラザパビリオンバンドスタンドのグリーティング。はい、これもエントリー受付抽選ですね。で、これはね、5月までは、ニックとジュディ、あとはカール爺さんと、あとはラッセル。この辺が交互交互だったんですけども、これですね、予告なくてですね、5月でニックとジュディ終わってしまって、で今ですね、フェイスキャラって言って、プリンセス、プリンスになっちゃったんですよね。うわ、これニックとジュディ会えなくなったのめっちゃショックじゃないですか。予告なく。で、今このプラザパビリオンバンドスタンドのとこが今抽選ですね。なので、ラウンドはこの3箇所が今抽選です。で、C はですね、今、グリーティングに関しては本当にこれケースバイで、突然なぜかこの施設がね、抽選エントリー受付になったりってね、ちょっとこれ読めないんですよね。で、見てると、トレイルのミッキー・ミニーは今でも先着っぽいんですよね。で、それで、マーミドラグンシアターのグリーティングと、あと、独占のステージのグリーティング、ここも先着でやってるんですけども、もしかしたらここはですね、なんか登場するキャラクターとかですね、あと、パークの混み具合なんかによっては、抽選になったりしてますね。なので、この辺に関してはですね、こうだとも、もう言い切れなくって、グリーティングはまあ当日の状況次第って感じですね。まあ、例えばですね、6月でしたらね、ドナルドの誕生日が近いので、そうするともしかしたら、ウッドジャックなんかもね、突然抽選になるかもしれないし、で、C の方もね、マーメドラグンシアターとか、独裁ステージもね、これドナルド・デイジー出ますので、もしかしたらね、抽選になるかもしれないし、はい、この辺に関してはちょっとすいません、僕の方なんともこれ言えませんね。なので、まあ、当日蓋を開けてみるまでは分かんないって感じです。はい、今後のパークの入園者予想に関してはこんな感じです。いかがでしたか？参考になりましたでしょうか？まあ、要はですね、この休止施設情報のページを見て、で、レストランとかの休止状況を見て、ある程度自分で予想してみてください。はい、なので今はですね、ランドに関してはグラマサラキッチン閉まってますので、まあ、おそらく1万人くらいだと思います。C の方もですね、ベースアウトテイクアウトとかですね、ワゴン系が閉まってますので、まあ、おそらく1万人くらいだと思います。はい、あとは各自で予想してみてください。はい、今日の動画は以上になります。いつもいいねやコメントありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。